そしてどうも、アシロちゃんです。どうも、タミです。めちゃお疲れ様です。そうやってまいりました。はい、今回はですね、ロングティーやっていきましょう。まあ、今回はですね、三塁線からライトに向かって打っていきます。はい、で、ライトのところにポールがあります。はい、あのポールが85メートルなんですよ。うん、なんで、85を超えたら、まあ、1本みたいなホームランの数を、まあ、数えていくって感じで、1人5本でいきましょう。おー、結構あれですね、短いですね。そう、5本ずつ打って、何本ホームランいくかっていう、なるほど、ところでやっていきたいと思います。ちなみに僕とナオピーは85超えたぐらいじゃ納得してないんですよ。うん、僕らは余裕で95超えるぐらい勝ち込みたいと思います。勝ち込んだよ。なんで僕らが打つときは皆さんちょっと下がってもらって、はい、85より後ろに行ってもらって、まあ、でその残り3人はまあ別に85辺に行ってもらっていいんで。それはじゃあ翔平さんとか直美さんが86とか7だったらノーカウントですか？ダメだけど、気持ちよくなるけど、俺らの心の中の対決をしてるってわけですよ。要するに。なるほど。ちなみに直美の方でも多分撮影してると思うんで、そちらのチェックしてほしいなと思います。はい。今回使うバット全員レガシーします。おお、マジか。縛り。レガシーなんで、まあ飛ぶでしょうと。うん、まあいろんなねタイプがいるんで、僕みたいな、まあ、小柄な選手とか、あの両面の、すげえ嘘ついた。すげえ嘘ついた。こっちどうなっちゃうの？それぞれタイプで、まあレガシーで打ったらどんな感じかっていうのをやっていきたいと思います。それではやっていきましょう。ゴー。今日は勝つぞ。大丈夫やろ。伸びるな。ホームラン。死ぬ。やべ、見せた。叫ばない。ほら。見せた。やばい。これやばい。これやばい。どこで？行ってますよ、多分。はい、というわけで、走るおいチャンネル行こうと思います。はい。ちょっとレガシーがですね、自分あまり振ったことなくて、ちょっと練習させてもらったんですけど、ちょっと今使ってるギガキングよりも重たいんですよね。なので、ちょっと振り負けないように、反発はいいので、力みすぎないで行こうかなと思います。5球行きましょう。はい。さあ。ほぉー。おお、ボール当たった。ボール当たったわ、これポイント。マジやばい。マジやばい。今のはなし。いや、ありでいきましょう。あり。はい、ここから3球決めれば。あー、来た。ちょっと泳ぐんだよな。でもこれ打ってても分かるんですよ。あー、こうなってるの。なるほど。結構重たいですね。あ、ラスト2。マジやばい。やばい。
だ。いやでも、いや上がりだから行ったんじゃないですか。ありがとうございました。ちょっとレガシーは自分はぶっちゃけこれ合わないな、もう分かってたんですけど、けどやっぱ乗りますね。乗るんですけど、ちょっとやっぱ合う合わないは出てくるかなっていう。なるほど。これトップっすね。トップ、はい、レガシーのトップバランス。なるほど。記録ゼロです。はい、ありがとうございます。本番ゴノゴ目指せ、ゴノゴ本番強かったら OK さん、ね、そうっすね。さあ、うわまあ、うん、いい打球ではあるけど超えないとダメだ。あーでもこれ先っぽだけで行くんじゃねえか。めちゃめちゃ先っぽだったな。違うんだよね、なんかこのこれレガシーってこれ感覚つかむとすごいめちゃくちゃいいんですよ ね。なんかこうちょっとこうポンって当てる感じなんじゃないですか。そうですね、バチッといっちゃうとダメ。最後、はい、あーなるほど。偉いっすね、ヘッドがついてきてない。扱えてなさすぎ。でもここまで激しく出るのあんまないっすね。いやそうっすね。最後、よっしゃ、あーなるほど。ダメだなこれ、全然ダメだよ。ラスト、やば、俺も全然ダメじゃん。映ったかもしれないっす、やばいっすね。俺でもレガシーミドルの方が合ってるんですよ。ミドルの方が良かったんですよ。よっしゃ、ラストイン。あーダメだ。いやえぐい。どうしたどうした俺、どうしたレガシー。行きますか。行きます。スイッチ来た。来てる。あーやばい、引っかかった。あーダメだ。惜しいね。4球目、おっやべ、ダメ、すげえドライバーかかった。はい、お疲れ様でした。まあ結果はまあこんな感じ。はいはい、僕3本で3本、0、0、1というね、初めて初ですよ。ついパワー的に言ったら大江君も司も多分行くはずなんだけど、そうですね、バットが合わなかった、対応できなかったですね、自分の能力じゃ。本当ですか。はい、どうぞどうぞ。やべ、ザブグルになったね、顔が。打ちづらいってことはないんですけどね、自分も試打ったとき結構飛ばしてたんですけど、そうそう、今日もちょっとダメでしたね。ダメでしたね。そうっすね、しょうがないっすね。しょうがない。でもあのまあそれとまあプラスまあまあ因縁のね対決ということで、一旦距離的にはどのぐらいですか。距離的には翔平さんですけど、このルール上では互角。ああまあ、はい、あ、そうかそうか、3本サクサク、3本ついて、第3章始まっちゃうじゃんこれ。はい、というわけで本日は、ロンティーをねみんなでやってきました。この動画いいと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。現在翔平 TV プレゼント企画開催しております。モンタナスポーツのインスタフォロワー3000人達成で源田モデル軟式をプレゼント。現在チャンネル登録者数9000人突破、皆さん本当にありがとうございます。まだまだこれからですが、1万人を目指して頑張っていきます。1万人達成したらさらにプレゼント企画を開催します。皆さんの応援よろしくお願いします。ありがとうございました。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV T シャツ販売、走れ大井チャンネル、大井くんの T シャツも販売しております。モンタナスポーツのリンクから飛べますので、ぜひともチェックしてみてください。皆様チャンネル登録はお済みでしょうか。チャンネル登録1万人まであとちょっと、頑張っていきますので皆さん応援の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。切るのさ、磨き抜いた切れ玉。